はい、どうも、クラゲです。ということで、今回なんですけども、エキサイティング第2弾と、さらに S ランク無料10連が、来てるということで、そちらの方を回していこうかなと思います。いや、マジでハブリーいいっすね。めちゃくちゃ S ランク配ってくれる。まあ、エキサイティング第2弾ね、目玉の選手がちらほらいると言っても、やっぱり無課金、美課金勢は、ちょっと踏みとどまった方がいいかなというところもあるので、そちらの方も解説していけたらなと思います。それでは、ラインナップの方、見ていきましょう。まず、ヤクルト、清水選手ですね。清水選手は、リーグ的に見たらめっちゃ強い。で、このリアタイがね、このツーシームっていう表記に変わっちゃってるんで、高めからでも変化量は変わらない安明さんみたいなツーシームなんですよね。ちょっと前の高さで変化が変わるシンカーやったら結構幅広がったと思うんですけど、高めからでも落ちてくるということで逆に打ちやすくなってます。で、特殊能力ただタイピンついてるんで、これあれか、変化量マックスいくんか。でもちょっと興味深い選手ではありますね、タイピンチ持ってるのであれば。で、交流戦防御率ゼロ男の青柳選手、惜しくも交流戦 MVP はね、村上選手が取ったんで青柳選手獲得ならずだったんですけど、まあ、とんでもない成績を残しましたね交流戦で。まあ、リアタイ的に見ても高速シンカーのちょっと使い分けと、まあ、スラカットって感じかな。ツーシームはこれツーシーム変化じゃなくて西選手みたいな感じの動きやったかな確か。なので、まあ普通に個人的には悪くないと思います。で、タイピンチを持っててキレ20丸白熱といったような感じです。リーグでもめちゃ強いです。んで、エキサイティング第2弾、個人的にめちゃくちゃ推しなのがこの岡本選手。守備適性もノリさんと同じぐらい強くて、通常のここの連発のところが今回白熱に変わっているのでミートプラス3されるんですよ。だからもう隙のない岡本和真選手になってます、アーティスト工学。ただ1個注意なのが、エキサイティングで出た選手ってセレクションの対象外なんですけど、アニバだと対象選手なんですよね。で、プロスピって1年で見てもシリーズ2の方がスピリッツ的にも強いので、まあ、アニバで選ばれる可能性があるとすると、無課金美課金勢はここスルーでアニバ狙いでいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、プロスピってほんと能力の変動が激しいので、いつこの裏捨てが下がったりとか、まあ、広角はさすがね剥奪されないと思うんですが、まあ、そうやな、岡本選手がちょっと下げられて怖いとか守備適性かなとか、もし下がっちゃうとシリーズ1取っとけばよかったっていう後悔することになるんで、まあ、それはちょっとね僕も難しいんですけど、頭の片隅に入れておいてもらえたらなと思います。選ばれない可能性ももちろんあるんで、そこは本当にお任せします。はい。でも、じゃあ栗林選手9位85、正規オナーもうちょっと個人的に上げてほしいんですが、まあ球種もこんな感じでタイピンが消えてるんかな、これ奪三振20丸キレ白熱といったような感じで、まあカープのリーグの白熱枠はね森下くんにちょっと任せたかったから取ったらよかったんですけど、まあ栗林選手も当たってくれたら嬉しい。で、中日木下選手中段度のミパドーチ称号できますね。守備も B やって、スローイングも肩も高くて、これ特殊であれか BA になりますね。で、特の保守20丸チャンス白熱っていうような感じで、まあ、通常よりは全然強いですね、白熱なんで。で、安明選手も制球球威称号で同値いけると。ただツーシームが消えててリアタイ的にはちょっと難しいようになってます。キレ20丸伸び白熱、ただ写真はめちゃくちゃかっこいい。で、ここからパリーグ宮城選手、まあ、ステータスはこんなような感じで、このスライダーがスラブ変化するんやったっけな確か宮城選手は。まあ、それと高速スライダーはちょっと多少ないとの使い分けかな。で、キレ20丸奪三振白熱でタイピンチとかは特にありませんと。で、続いて藤原選手が今シリーズから確か降格がそうですね、剥奪されて、さらにその広角の逆のプルヒッターがついてるっていうね。ソウル20丸プルヒッター白熱、いやプルヒッツ剣でいいんじゃないかな。高弾道に上がってるとはいえ、高弾道パワーヒプルヒッターあんまりつけなくていい気がする。で、マー君ですよ、オール A 同値いけますね。で、球種も高速スライダーがカットに変わったぐらいで、あまり変わってないように思われるかもしれないですけど、今シリーズこちら通信ファスト C 表記なんですが、去年のシリーズよりなぜか変化量が下がってます。 C やけど D みたいな感じの変化量なんで、まあ継承する際はそこ注意っすね。で、キレ20丸コントロール白熱でタイピンチも消えてるんで、まあリアタイ的には強くないんですけど、リーグ的には強いんで、リーグ面で見ると欲しい選手ではありますね。で、こちら千賀選手、今シリーズからスプリームが追加された千賀選手がこちらの確定枠で取れるということで、まあ、スプリーム以外は特に変更はないかな。タイピンチがないんか、あーこれもなかなか難しいな。普通にタイピンチあるとないとで全然変わってくるんで、まあ、当たったら全然使ったらいいと思います。はい、十分強いです。で、ワンボーロン選手、ワンボーロン選手は確かログインボーナスで俺当たった。チャンスにしまる選球眼白熱、特能は全部出れば強い。まあ、パワーも73あるんでね、 A のステータスには乗るかなと思います。特殊能力全部出ればね。で、高橋小奈選手で、まあ、カスラとスプリットとタスラの投げ分けかな。で、キレ20までタイピンチ白熱、まあ、ちょい難しいけど、この高さがね、変わる変わらんところで落ちる球で揺さぶればいいんじゃないかなと思います。はい、ということが以上のラインナップになったんですけど、まあ、もちろんね狙いは
は、岡本和真選手を僕は取りに行こうかなと思います。サードがね、僕いないんですよ。あと、大林さんとか、ノリさんとかいるんですが、スピリッツ不足っていうところもあるんで、まあ、リアル起動杯に向けて、岡本選手を取ろうかなと思います。本当に60連までに出てくれたら、万々歳。あ、ピックアップも来てますね。じゃあ、まず無料を引いていきたいと思います。お願いします。これいけるよな。オッケー。ここで、いや、あとね、地味に今回 S ランクの羽振りがいいんで、あのミキサーも頭に入れて回せるんですよ。だからオーダーとかなかなか使わないエキサイティングの選手があと3枚、これ含めて3枚出てくれたら、俺は第1弾取り逃した森下くんを取りに行ける。だからもういっぱい出てくれ。質より量、本当に頼む。50連、これ含め50連までに3枚出てほしい。んが確定のみと。じゃあ確定いきましょう。お願いします。いやー待って、悩む一番悩むんすけど、いや動画とかで使ってみたい気持ちはある選手が出てしまったってこと。一番恐れてたことが起きましたね。この残すか回すかめっちゃ悩む問題まあそもそも S なんか3枚集まらないと話にならないんで、まあまず引いていきましょう。50連目まで、はい。じゃあ行きましょうか。じゃあ自チームちょっと変えとこう。間違えそう。これ10連目っすね。いやー頼む。30連で誰が出るか。青池。いやーちょっとここ最近さ、エキサイティング1弾、まあそこそこ質は良かったとはいえ、量がなかなか引けてないんですよ。結局あれ、キャラバン。おぉ、マッキス。おぉ、マー君めっちゃいい。MM コンビ。MM5。量がね最近引けてないんで、これ20連目。うん、満月もなし。おっと、これはあれ、白文字からの金って確定じゃ なかったか。あーちゃうわ、赤文字からの白文字が確定か。いやまだちょっとガチャ演出いまだに覚えれてないんですが、光れ、光ってくれマジで。おーい、確定外から。まあ A ランクはポツポツ出てくれてるとはいえ、はい10回目。はい、で早くも30連目っすね。いやー頼むぞー、2枚引き来い、2枚引き。エキサイティングの2枚引き来い。いや、こいつ、ほんま、いつもいつも辛いな、演出しやがってよ。たまにはお前、サムネで神引きみたいな、ね、サムネ使わせてくれよ。神回とか神引きとかさ。はい、田口選手。あ、5枚集まった、これ、極めできるわ。んで、ラスト30連目。エキサイティング確定、来い。マジで調子くんごめん、今まで調子カスとか調子ボケとか調子うんことか言ってほんごめん。いやこれからは俺らマブダチや、共に生きていこうぜ調子くん。俺は二度とお前のことをボロカス言わない、そう決めた。ということでちょっと30年出ちゃったんで、ちょっと60年するのやめようかなと思います。特に第2弾狙いの選手、60連してまで取りに行く選手が個人的にいないので諦めようかなと思います。あ、そや、ミキサーして終わろう最後。うん、ミキサーするわ。あ、ごめん、これミキサーしようと思ったけど、あれは第2弾は第2弾の選手じゃないとできんのや。できないみたいです、ごめんなさい、なんか勘違いしてました。うん、まあこれお前全部1弾というのは混合でミキサーできるようにしとくよ、ほんま調子かすが、ほんま。